はい、トライラーの川原です。今回はベガスプロで素材を簡単に揺らすことができるウィグルのスクリプトの配布とその使い方をご紹介していきます。まずどんなものかざっと見ていきます。現在タイムラインには背景とテキストだけが配置してあります。で、このテキストを選択してスクリプトを起動します。で、 OK を押すとこんな感じで揺らすことができると、こういったスクリプトとなります。アフターエフェクツなんかのモーショングラフィックスでよく使うこのウィグルの表現、ベガス内でも簡単に実装したいなと思って作ったのですが、このスクリプト何が行われているかというと、選択したクリップのイベントパンクロップですねに自動でランダムに揺れるキーフレームを生成するスクリプトとなっています。スクリプトを起動するとこんな感じで揺れ幅、揺れ周期、揺れ時間、揺れタイプの4つの項目があります。揺れ幅を大きくすると揺れる幅が大きくなると、大きく動くようになると、揺れる周期を小さくすると小刻みに動いて、周期を増やすとゆっくり揺れるようになるといった形ですね。例えばここでは5とします。そして揺れ時間5秒ですね。で、適用すると新たにキーフレームが作成されて、こう激しく揺れるようになると、揺れ幅を大きくして周期を短くしたことによってこういった動きになると、で、5秒間で設定したので5秒で揺れが終わるとといったものとなります。で、他にも縦方向に制限するとこういった感じで縦揺れとなったり、横揺れにするとこういった形で横揺れの表現を簡単に作ることができます。で、これキーフレームなので後から調整することもできます。すべて選択してオルトを押しながらドラッグで周期を早めたり、オルトを押しながら広げて周期をゆっくりにするとといったこともできます。また右クリックでキーフレームの保管法ですね、スムーズにすると揺れがスムーズになったり、ホールドにするとカクカク動くようになったりと、といった形でカスタマイズすることができます。で、エンドレスで設定したいときは、例えば小刻みにして、小刻みにします。素材の長さよりもこの揺れ時間を長く設定すると、今回10秒なので、まあ、同じく10秒で設定するとこのように最初から最後までずっと揺れるようになるといった形となります。で、このスクリプトはイベントごと素材ごとに設定できるので、例えば他に素材を置いてベガスハブから何か素材をダウンロードしてみます。シェイプで検索して何か良さげなもの、こういったものですねをフリー素材ダウンロードしてタイムラインに配置します。で、順番を変えて、例えばコンポジットモードで大焼きとかで合成して配置します。で、この素材、背景素材を選択してまたスクリプト、例えば揺れ幅は10で、ゆっくり揺らしたいので500で10秒で OK とすると、キーフレームが生成されて、再生すると、緩やかに背景も入れると、いったことができます。で、背景これ、画角と同じサイズなので、揺れると、こう画面の端が切れてしまうので、トラックモーションで少し広げておきます。トラックモーションで、
少し画面外に拡大しておくと、こうすると背景を揺らしても画面が切れないと、こんな感じで使うことができます。で、このスクリプトなんですが、概要欄のリンクからダウンロードして使ってください。ダウンロードしたらローカルディスク C プログラムデータのベガスプロで、ご使用のベガスプロのバージョンの中にスクリプトメニューというフォルダを作って、その中にこのスクリプトを入れてください。スクリプトを入れた状態でベガスを起動すると、ツールのスクリプトの項目に表示されます。ここで選択して使うことができます。またよく使うスクリプトはオプションツールバーのカスタマイズですねに登録しておくと、このようにここに登録して使うことができます。現在登録されているので戻します。追加されたスクリプトもここに表示されていますので、これを追加してあげるとここに表示されます。するとすぐに呼び出して使うことができます。といった感じで使うことができます。動画編集の中でこの揺れの表現というのは結構よく使える表現ですので、ぜひご活用いただければと思います。といった感じで今回は以上です。またお会いしましょう。